ユベール・ジャム・マンセル・タファンド・ジバンシー伯爵はフランスのファッションデザイナー。1952年にジバンシーを設立した。オードリー・ヘプバーンの個人的及び専門的なワードローブの多くやジャクリーン・ブービエ・ケネディの服をデザインしていたことで有名。1970年にインターナショナルベストドレスドリストに殿堂入りした。1927年2月20日に オワーズ県、ボーベで、プロテスタントの家に生まれる。父は、ルシアン・タフィンでジバンシーであり、母はモトビートリス・バジンである。イタリアのベニスにルーツを持つタファンドジバンシー家は、1713年に、貴族に列され、この時の課長が、ジバンシー公爵となった。兄は、ジーン・クロードでジバンシーであり、家の広告を受け継ぎ、最終的に、 パルファムジバンシーの社長となった。1930年に父がインフルエンザにより死去した後は母と母方の祖母に育てられた。母方の祖母はマーガレット・ディターレ・バジンであり、ジュールズ・バジンの未亡人である。芸術的な、バジンの家族には芸術的な職業に就く者が多かった。母方の曽祖,祖父であるジュールズ・ディターレは、欧ーベ工場のデザインも行った。 セットデザイナーであり、ここにはエリゼグルの13点のデザインも含まれている。高祖父の一人はパリオペラ座のセットをデザインしている。17歳の時にパリに移り、エコールでボザールで学んだ。1945年にジャック・ファットのために最初のデザインを行った。その後、ロバート・ピゲやルシアン・ラ・ロングのためにデザインを行い、当時まだ無名であったピエール・バルマニア クリスチャン・ディオールと一緒に仕事を行った。1947年から1951年まで、アバンギャルドのデザイナーエルザス・キャッパレリのために仕事を行った。ジバンシーによりデザインされた、ティファニーで朝食をにおけるオードリー・ヘプバーンの帽子1952年、パリのプラン・モンソに自身のデザインハウスをオープンした。後に、自身の最初のコレクションを 当時のパリのトップモデルにちなみ、ベジーナ・グラジーニーと命名した。ジバンシーのスタイルは、ディオールの保守的なデザインとは、対照的に革新的なものであった。25歳の時、先進的なパリのファッションシーンにおいて、最年少のデザイナーであった。最初のコレクションは、経済的な理由から、かなり安い生地を使用していたのが特徴であったが、そのデザインが好奇心をかきたてた。 後に、ジバンシーのファッションの最も有名な支持者となる、オードリー・ヘプバーンがジバンシーと初めて出会ったのは、1953年の、うるわしのサブリナの撮影中であった。その後、ヘプバーンが、ティファニーで朝食を、で着用した黒いドレスをデザインした。また、ヘプバーンのために、初の香水コレクションを開発した。オードリー・ヘプバーンはその香水の顔となった。スターが、 フレグランスの広告キャンペーンの顔になったのは、これが初めてである。当時、ジバンシーは、憧れの存在であったクリストバル・バレンシャガとも、出会っている。ジバンシーは、オートクチュールの高尚な環境だけでなく、マンハッタンのイーストビレッジにあるリンボという店のような、アバンギャルドな環境からもインスピレーションを得ていた。ジバンシーの著名なお客には、以下のような人がいる。 ドンナ・マーラ・アニエッリ、ローレン・バコール、イングリッド・バーグマン、カウンテス・モナ・フォン・ビス・マルク、カウンテス・クリスティアーナ・ブランド・リニー・ディー・ダサニー・フォン・ビューロー、レナータ・テバルディ、マリア・カラス、キャプシーヌ、マレーネ・ネディ・トリヒ、デイジー・フェローズ、グレタ・ガルボ、クロリア・ギネス、ドロレス・ギネス、エイミー・デ・ヘーレン、オードリー・ヘプバーン、ベイビー・ジェーン・ホルツァー、グレース・ケリー、プリンセス・シリーマ・エージー・エカーン、 レイチェル・ランベール・メロン、ソフィア・ローレン、ジャンヌ・モロー、ジャクリーン・ケネディ・オナシス、エンプレス・ハラ・パラビ、ベイブ・ペイリー、リー・ラ・ジビル、コムテス、ジャクリーン・デ・ライビス、ノーナ・ヘンドリックス、バロネス・ポーリーン・デ・ロート・シルト、フレデリカ・フォン・シュターデ、バロネス・ギャビー・ファン・ザイロン・バン・ニー・ジェベルト、ダイアナ・ブリーランド、ベッツィ、クッシング・ローズ・ベルト・ホイトニー、バロネス、シルビア・デ・オルドナー、ウィンザー・公爵夫人、 ハイチアンファーストレディ・ミシェル・デュバルアー、ジェーン・ライツマン、1954年、ジバンシーのプレタポルテがデビューした。1958年、アイコンであるバルーンコートとベビードールドレスを発表。1969年、メンズラインを作成した。1976年のフォードモーターは、リンカーン・コンチネンタルマーク・ホークーペに始まり、 1983年のリンカーンマーク6と1987年のリンカーンコンチネンタルセダンに至るまでコンチネンタルマークシリーズやリンカーンコンチネンタルのジバンシーエディションを提供した。1988年カリフォルニア州ビバリーヒルズのベバリーウィルシェアホテルで開顧展を開催した。 ジバンシーのハウスは1981年に分かれ、香水ラインはブーブクリコになり、ファッション部門は1989年に LVMH に買収された。現在は LVMH はパルファムジバンシーも所有している。1995年にファッションデザインから引退した。ジョン・ガリアーノがジバンシーのラベルを率いる後継者となった。ガリアーノが短期間勤めた後は、 アレキサンダー・マック・イーンが5年間務め、ジュリアン・マクドナルドが2001年から2004年まで務め、2005年から2017年までは、リカルド・キッシュが務め、ジバンシーの女性用プレタポルテとオートクチュールが作られた。クレア・ウェイト・ケラーが、現在のオートクチュールメゾンのクリエイティブディレクターである。パリキンコ・コウルイコール・エイコール・ロワール県のラマリー、シュール側にあり、 歴史的建造物に指定されている白シャトージュ、ジョンクエットに居住していた。引退後は、17世紀から18世紀のブロンズや、大理石の彫刻を収集することに専念していた。2010年7月、オックスフォードユニオンで公演を行った。2014年9月8日から14日の、ビエンナーレでアンティケアの間に、ジーン・バティスト、クロード・オデッド、セーブル・ヤキ、ジャック・ルイ・ラビット、 アングルイジロデイコールトリオゾンなどによる作品を集めた個人的な売買をクリスティーズで言った。2007年1月、フランス郵便局はジバンシーがデザインしたバレンタインデー用の切手を発行した。2014年10月、スペイン・マドリッドのティッセン・ボルネミッサ美術館でジバンシーがデザインした95点の作品を集めた回顧展が開催された。長年のパートナーは、 ファッションデザイナーのフィリペ・ブネであった。2018年3月10日に上述パリ、キンコールネッサンス様式のシャトーに居住し、ヌイーシュルセーヌで91歳で死去した。パリのパシー墓地に埋葬された。パシー墓地にある墓。ありがとうございます。